不幸図松、平家の菩提寺である本密寺不幸図松、平家松平家は、松平忠貞を外する松平氏の分子。十八松平の一つ。先祖、松平信光まで遡ると、徳川家康と共通の祖となる家である。大英四年、小井松平家二代、松平元心が、松平宗家当主、松平長近の命により、ぬかた軍不幸図上主。 大場次郎左衛門を打ち得るが、元心の先行を譲られた弟、松平忠貞によって、不幸寺松平家は発足されたという。一方で、島原市の本密寺の記録によると、岩津家の松平親長の娘と婚姻してその、所領を譲り受けし発祥させたというが、真偽のほどはわからない。その後も不幸寺上主であり続けた。二代、松平光景、三代、 松平一中は、徳川家康の岡崎城での独立期から、全命帝の戦いなどで働きを示し続けた。四代、松平家忠は、堺中寺の指揮下に組み込まれるが、長篠の戦いなどで功を挙げた。天正八年の徳川家の関東移行で、家忠は、武蔵忍に一万国を与えられている。しかし、慶長五年、関ヶ原の戦いの前哨戦であった。 伏見城の戦いにおいて、首相、鳥居本忠の副将格として、伏見城で、牢城玉砕している。三代、伊田氏以来、殿野モ家の通称を用いていたため、松平主殿下とも言われる。慶長六年、関ヶ原での戦勝により、家忠の子、松平忠都氏は、念願であった、丘陵復帰がかない三河国幸座藩一万国の大名となった。ところが、 慶長17年3万国に加増された上で、同吉田藩へ移った。松平忠房の第二、三河国狩谷藩、丹波国福知山藩と天保を続け、漢文9年6万5千国で、既然国島原藩に入った。寛延2年、戸田忠光と入れ替わりで下屋国宇都宮藩へ移行。安永3年再び、宇都宮藩と入れ替わりで、島原藩に入り、 天領である長崎の監督と九州諸大名に対する目付役を担った。以後定着して明治維新を迎える。維新後、死者区。不幸自末平家系図判例。一実戦は実施、転戦は要死。二数字は家徳継承順。ありがとうございます。